皆さんこんにちは、リアンジュの小林です。えー、今日は結婚指輪のワックス制作コース、それと期筋制作コースの違いについてお話ししていこうと思います。 でなんでこういう動画を撮ろうかと思ったかと言いますと結構皆様に聞かれる機会が多いんですねなのでまだご検討されている方もどちらのコースにしようかなって悩まれている方も多いんではないのかなとふと思いまして急遽動画を回しておりますそれぞれ特徴があるコースになりますのであの実際にリアンジュのホームページを見ながら ご案内できれればなという,ふうに思っておりますそれでは見ていいきましょうはい、ではでホームページやってきましたのでご説明していきたいと思います、えー、ホームページのトップページにですねワックス制作コースそれと腸金制作コースこちらがありますので、えー、こちらの違いについてこちらの2つの違いについてお話ししていこうと思います腸金制作コースの方が画像を通して分かりやすいと思いますので先にこちらをご説明していきます まあこちらはですねえー、と、まあ、指のサイズに合わせた金属を、まあ、プラチナなり18金のイエローゴールドであったりするんですけれどもこちらを用意しまして、まあ、丸く曲げていって、えー、叩いて丸くしていき、えー、と溶接を行った後、磨きを行ってデザインに仕上げていくというイメージです。 こちらの特徴なんですけれども、えー、オプション等ない限りは作った日に持ち帰ることができます。まあ、オプションというのはダイヤを入れたりだったりとか、あのー、レーザーの内文字を入れたりとか、そういった部分ですね。で先ほどもお話ししましたが、えー、と選べる素材っていうのは、プラチナ900と18金のイエローゴールドのみとなっております。でデ,ザデザインについては後ほど。 ご説明させていただければと思います、まあ、動画にもある通りですね、えー、実際に金属を切って叩いて削っていくとなのでこう職人気分を味わいながら楽しく指輪作りが体験できると思いますはいで、えーまあ、私どもがですねマンツーマンでサポートいたしますので あの仕上がりに関してもクオリティの高いものが仕上がると思っていてくださいで気になるのが一番こうデザインだと思うんですけれどもデザインを見ていきます、えー、このデザイン一覧に載っているものはですね実際にお客様が作っていただいたものですまあストレートデザインが貴重になってくるんですけれども なぜかというとですね、あのウェーブデザインとかっていうのも、長金でできるはできるんですが、ちょっと難しいんですよね。そうなので、えー、リアンジュではですね、彫金制作コースはあのストレートデザインのみに限って行うことができます。まあ、ストレートでもいろいろデザインがありますので、ちょっと見ていきましょう。まあ、これストトレートデザインに、えー ハンマーでですね、こう土目凸凹な感じに仕上げた土目加工を加えたりだったりとか、えー、ストレートデザインでも少しひねりを加えて、えー、ラインを出したりとかですね、まあ、これ表面加工を加えてあるんですけれども土目でも、えー、少しちょっと艶消しを加えたようなイメージまあこれキラキラした感じ2つあると思うんですけれども、まあ、こういったデザインが人気があります。 えー、貯金制作コースはですねやっぱり一点一点あの自分で仕上げていきますので不具、あのー、合いっていうのがこう自分好みにあの仕上げることができますなのでシンプルなデザインでもこう表面加工で楽しんでいただくっていうことがいいのかもしれないですねで、えー、シンプルなデザインで比較的こう 何て言うんですかねこう昔ながらのブライダルリングがいいっていう方にはあのおすすめしたいコースになりますちょっとざっくり見ていきますねこういった感じですはいそれでは結婚指輪のワックス制作コースについてお話ししていこうと思いますでワックス制作コースなんですけれどもこういった筒状の棒からデザインに仕上げていきます でこれ何なのっていうとまう、あ、ざなんですよねあのろうそくのろ剤ざいに粘りっ気を足したようなものをイメージしていただければと思いますでこれを削って指輪の原型を作るイメージを持ってください、まあ、これがこれになるんですけれども出来上がったワックスこれをどうするかというと1回石膏で固めてしまいますで 穴を開けたところから下から熱して一回ローを溶かし出してしまいますで溶かし出したところから決めていただいた金属を流し込んで割り出して磨いて大めというイメージですねこのデザインにほどまあ仕上げたいデザインにするまでが結構時間かかるんですけれどもワックス製作コースもすごく楽しいコースとなっております で先ほども、えー、申し上げましたが、ワックス製作コースはですね、幅や厚みをアレンジできます。まあ、それプラス、ウェーブ、ひねり、V 字などの形も、あの比較的簡単にできやすいので、あの人気のコースとなっております。で選べるデザインはですね、えー、長金コースと違ってですね、プラチナ900、それから950、それから18金のホワイトゴールド。 えー、ピンクゴールドシャンパンゴールドもちろんイエローゴールドも選べることができますで来週からグリーンゴールドっていう色合いが出ますのでそちらも追加されますでワックス製作コースの一番の特徴なんですけれども修正が可能なんです でこれどういうことかっていうとです、ね、あの例えば削りすぎてしまったあの漏材の部分に別の漏材から熱でこう溶かしても盛り合わせることができるんですよね。なので例えばラインをです、ね、こう削りすぎてしまったとかっていう場合はもう1回別のワックスから熱で盛り合わせてもう1回ラインを施すことができます。 比較的こう思い出作りに最適なスタイルなのかなというふうにはリアンジュでは思っております。ここにも書いてある通り普段通どおり2人で話し合いながら作業を進めていただくことができます。でワックスはですねあのハイクオリティな指輪ができやすいです。 えー、最後はですね私どもの方でも、えー、監修して、えー、仕上げますのでその点もご安心していただけるのではないのかなというふうに思いますで気になるのがやっぱりデザインですよねで先ほども申し上げました通りウェーブのデザインであったりとかこういうふうに中央を山なりにするデザインストレートでも段差をつけていたりでしたりとか、えー、コンビネーションを のリングであったりとかワックスコースは比較的あの自由度が高いですえなので思い描いているデザインとございましたらえまあスクショでもいいので見せていただければと思いますのでえまあうちのデザインでなくても構いませんのであの持ってきていただければと思いますちょっと見ていきましょうこういったねートンの デザインこれシャンパンゴールドとイエローゴールドちょっとこれ逆になってるんですけれどもこれもそうですねシャンパンゴールドとプラチナこっちシャンパンゴールドでこっちプラチナとかっていうデザインもできますこう凝ったデザインとかもあの比較的綺麗にできますのでぜひチャレンジしてみてください 金制作コースかワックススス作ココーーどちらもいいコースなんですよねあの僕が結構ご案内しているのはあの比較的シンプルなデザインであのオリジナルのテクスチャーを加えたいであったりとかあの少しこう凸凹感が残ってもあの手作りだからそういった指輪がいいっていう方には彫金制作コースをおすすめします。 ただですね、まあ、ワックス製作コース、あのー、既製品に負けないくらいのハイクオリティなウェーブであったりとか、あのひねりを、ひねりのデザインを加えたいっていう方にはこちらのコースがおすすめです。まあ、特にですね、あの幅や厚みもアレンジできるのでオリジナルのリングはできやすいです。なのでこちらのコースもおすすめなんですが、どうでしょう あのぜひともお二人で決めていただいてあの、ご自身に合ったですね、コースを選んでいただければと思います。今年から、えー、とリアンジュのホームページに、えーと、制作事例というページを増やしたんですけれども、えーまあ、今年の3月からなんですけれどもね、えー、もう162組の、えー、指輪が載っているんですが、まあ、作られた指輪が162組分載っているんですけれども、 ワックス制作コースが124組、腸金制作コースが38組となっております。まあ、4分の1が腸金制作コースで、4分の3がワックス制作コースっていう感じですかね。はい。いかがでしたでしょうか あのぜひどちらかもうこの動画を見ても悩んじゃうなっていう方はあの店頭に来ていただいて悩まれても構いませんしあの電話でもねあのぜひぜひご質問お待ちしておりますそれとですねチャンネル登録お願いしますそれでは何かまたご質問とかあれば連絡くださいありがとうございました